韓国政府は、海上工業団地内の南北共同連絡事務所会所に向けた施設の改修補修費用98億ウォンを南北協力基金を通じて支援することにしたと24日、明らかにした。おさむ一部は去る17日から今日まで、南北交流協力推進協議会の書面審査を通じて、このような支援案を確定し、 最終議決したと明らかにした。今年9月14日に解所した連絡事務所の解所関連費用の支援案が遅れて議決されたのは、施設の改修補修費用を後で生産することに決めたことによるものだ。連絡事務所の解所は今年4月、南北首脳会談の合意事項で、 政府は6月から海上工業団地内の南北交流協力協議事務所を改修補修し、連絡事務所事務室に再整備した。政府は事後検証手続きを経て、工事費や付帯経費の一切を含めた費用を総額97億8000万ウォンと算出したと明らかにした。おさむ一部関係者は、 連絡事務所の運営や滞在人員の便宜提供のための条件が設けられ、事務所が本来の任務に忠実に邁進できるとし、常時、南北対話を通じて、南北関係の発展を後押しし、朝鮮半島の完全なる非核化と平和政策問題解決にも寄与していくことができると述べた。